茂野の天来2月16日から1933年3月2日は日本の詩人、英文学者、早稲田大学で4人目となる博士号授与者。本名は茂野のる、他の筆名に茂野の教がある。1874年2月16日、現在の徳島市下助人町に徳島藩士の茂野のすぐる伊佐夫妻の長男として生まれる。 徳島市立女人尋上小学校、川島尋上小学校、公立寺島小学校、徳島市立徳島高等小学校を経て、1889年に徳島県立徳島尋上中学校に入学。祖母の死を機に大阪に移り、1891年に大阪市立尋上中学校に転学。在学中に熊本健次郎から英語を教わる。 1893年9月に第三高等学校に入学するも後に病気退学。1894年9月に東京専門学校文学科に入学。在学中には文芸雑誌、早稲田文学に幾度か詩を寄稿し、1896年には身体史研究とその発達を目的とした新詩会を結成する。 1897年3月に果実号で退学。1898年5月に北海道に移り、函館毎日新聞の記者となり社会名を担当し、詩や小説を掲載する。1899年8月に上京した後に京都に移り、12月から新州京都中学校の英語科教員となる。1900年に熊谷翔太郎の長女、竹子と結婚する。 1901年に父、すぐるが1905年に母、いさが亡くなる。1905年3月に市販学校中学校英語科教員検定試験に合格し、教員免除を得る。1906年1月から茨城県立三戸中学校教諭。1908年1月から愛知県立第二中学校教諭、英語科主任を務める。この頃より、 ミルトンやベルディスの研究を始める。1911年6月30日に、長男、春が生まれるも、翌年5月に亡くなる。1912年8月20日に、長女、美穂子が、1915年1月25日に、次男、純が生まれる。1916年5月に、台湾に渡り、台北中学校教諭となる。この頃、医師に、 糖尿病と宣告される。1921年2月に高等学校高等科英語教員検定試験に第1位で合格し、9月に台北中学校を辞して上京。同年9月から、早稲田大学大学部高等師範部講師、早稲田高等学院教授となり、後に1926年12月から早稲田大学高等師範部教授、 1927年5月から、旧正早稲田大学文学部の教授となる。1932年に、博士論文を提出するも、病に倒れて、自宅療養を始める。1933年1月28日に、慶応義塾大学病院に入院し、肺がんと診断される。1933年2月25日に、博士論文、ミルトン。 失楽園の研究により、早稲田大学から文学博士の学位を得る。同年3月1日帰得に陥り、翌2日午前7時35分に成去去年60歳。3日午前9時から川上博士により病理解剖が行われた。数学を嫌ったためとも言われている。当時、教員には、坪内逍遥、大成宿などが、同窓には、長谷川聖也、 キアスタロなどがいた。会員は、天雷のほか、大町慶月、落合直文、佐々木の仏な、千代行こう杉から須山、竹島羽衣、も、正岡式、宮崎古書市、与謝の鉄管の9人。失恋のためとも言われている。審査員は、日高田大地及び吉江高松。ありがとうございます。